行くぞ。我が忠誠を見よ。いける。はっ。遅い遅い遅い。とう。はっ。遅い遅い。行くぞ。え？チャ！そい、こうよ。おい、そこの旅人、お前だ。お前止まれ。うぜえのがいるな。見ない顔だな。紹介状は持っているのか。紹介状を持たない者にこの町への立ち入りは許可できない。早々に立ち去れ。てめえ誰に向かって口聞いてんだ。なんだ今の声は。どうした、何か異常でも。まったく、こっちの世界はうぜえゴミ虫ばっかりだな。めんどくせえから軽く殺しちまおうぜ相棒。俺が力を貸してやるからよ。
どうした？何があった？クラスター様、この怪しい者が我々に対して無礼な口を。いえ、この者のではない侮辱する声がどこからか聞こえ。何を言ってるんだ君は。とにかくこの者が紹介状もなくごねているんです。そこの君、悪いがこの町には紹介状がないと入れないんだ。諦めてもらうしかないね。だとよ。当然押し入るよな、相棒。そうは言っても規則は規則なんでね。君一人のわがままを通すわけにはいかないんだよ。うぜ、てめえらにうだうだ言う気はねえよ。俺たちは勝手に通るぜ。なあ相棒。なんだこの声は。お前は人間ではないのか。だとしたら見過ごすわけにはいかんな。えへ。俺様に刃を向けたことを死んだ後に後悔しな。俺様はお前らとは次元が違うんだよ。
トウ そこまでだ。引け、下がれ。なんだ、ゴミ虫どもが戦意喪失か。おいおいおい、相棒もここでやめるつもりかよ。くそ、今からがいいところなんじゃねえか。けっ、やってらんねえぜ。参ったな。我々の乾杯だよ。あなたは強力な力をお持ちのようだ。途中人間ではないのかと疑いもしたが、そういうわけでもないらしい。その不思議な力、そしてあの声は一体何なのかね。なるほど、これは興味深い。おっと、申し遅れました。私はこの辺りの商業組織代表を務めております、クラスターと申します。先ほどは失礼いたしました。我々はあなたに抵抗する気はありません。どうぞここをお納めください。どうでしょう、これから私の屋敷においで願えませんか。私はあなた、いや、あなた方の力に興味があります。先ほどのお詫びもしたい。いずれにしてもこの町に御用が終わりなのでしょ。この町では顔が知れていないと何かと不便だ。便宜を図るようにしておきますよ。御用を済ませた後にでもどうぞ私の屋敷へおいでください。もうどうでもいいぜ、勝手に決めろよ相棒。ありがとう、招待を受けてくれて嬉しいよ。どこですか？イラつきます。Thank you.
行くぞ。え？た、そい、こうよ。こっちは食いもんだけはまともだな。機嫌、俺はうぜえものはうぜえと言うだけで、これがうめえのは俺の機嫌と関係ねえよ。気に入ってくれたかね。ポタポタというんだ。南西地方の特産品だよ。よければ土産に持たせよう。しかしよくわからないな。味がわかるということは、君たち感覚は共有しているのか。うまいったらうまいんだよ。つうか、言いたいことあんならさっさと言え。グダグダうぜえよ。ああ、悪かったね。君たちがあまりに興味深くてね。本題に入ろう。私はこの地域の商いを取り仕切っている。様々な問題に直面することもあるんだが、生半可な力では対処できないことも多いんだ。この荒れた世界ではね。率直に言った方がいいかな。私はあなた方の力を借りたいんだよ。その強大で不思議な力をね。ふん。ご自慢の兵隊はどうした？これは手厳しいね。確かに私は兵隊を持っているよ。だが、それでは対処しきれない相手がいるのも確かだ。君たちのようにね。何をしようとしているのかは聞かないが、君たちが資金を欲しているのはわかる。私は仕事に対して十分な対価を支払うつもりなんだが、どうだね。めんどくせえよ。そうだな。力ずくでお前の財産をいただくって手もあるぜ。それは困ったな。どうする相棒。めんどくせえやつだなお前。このクラスターってやつ絶対怪しいぜ。どうなっても知らねえからな。ありがとう。では早速説明をさせていただく。兄さん、ちょっといいか。何事だジンバルト。大事な客人との食事中だぞ。外が騒がしい。怪しいセプーの小娘を見つけたようだ。怪力を相手に怪我人が出てる。おい、まさかセプーの小娘って。お知り合いか。ご覧になればはっきりするだろう。ジンバルト、ここにお連れしなさい。丁重にな。こちらのお知り合いかもしれない。わかった。連れてきたぞ。あ、お前騙しましたね。衣類商なんて出てきませんでした。たくさん掘り返したのに。嘘つきは嫌いです。ああ、やはりお知り合いでしたか。都合のいい時だけ利用しようなんて許しません。聞いているのですか、お前の中のお前。ギグだっつーの。名前覚える気ねえのか。お前ここへ直りなさい。首根っこへし折ってやります。
それじゃあこいつも死ぬだろうが。お前年中無休のバカだな。ダネットじゃなくてダメットだろう名前。お前こそ、お前、おまけの分際で。ダメだこりゃ。面白いなあんたら。あんだてめえ。いやすまないね、笑い上戸なんだうちの弟は。お嬢さんお疲れのようですから、こちらで食事でもいかがです。腹が減っては戦はできぬと言いますし。ご飯。うん、今日のところはこちらで休まれるといい。仕事の話は明日にでも。私はこれで失礼するが、ゆっくり召し上がってくれたまえ。おとなしく置いてかれりゃいいもの。なんでついてきやがるんだよ。お前の中のお前がこのものをああやってそそのかすからではないですか。私がついていないとダメなのです。悪の道には走らせませんよ。ん？これ美味しそうです。お前そのホタポタは俺が目つけておいた。くそー相棒、お前がトロトロしてっから食われちまったじゃねえか。お前はさっきから謝ってばかりではないですか。たまには強く言い返したらどうですか。中のおまけはどうせ手出しできないのです。言ってくれるぜクソ甘が。俺様が手出しできねえだと？今すぐ試してみようか？はあ？ズタズタに引き裂いてやるぜ！どうした？ビビって声も出ねえか？それともちびったか？度胸じゃねえか。チッ、バカバカしい。俺たちも寝ようぜ相棒。あのクラスターって野郎どうも調子こいてるぜ。何企んでやがるか知らねえが、油断するんじゃねえぞ相棒。そこで何をしてる。嘘はもっと賢くつくんだな。それじゃスパイと間違われるぞ。気をつけろ。そっちこそこんな時間から旅支度か。怪しさ満点だな。あんたたちが来たからな。面倒なことを兄貴に言いつけられる前にさっさとズラカルに限る。気をつけるな。じゃあな、良い子は早く休みな。いい子にしていましたか。退屈だったでしょう。おとなしくしていたご褒美に子守歌を歌ってあげましょう。ほら、あなたの好きな緑光の森へ行きますよ。おい、今のはなんだ。お前の夢か。ガキん時のことかよ。
今のが母親ってやつか。ま、俺にはどうでもいいことだ。俺のが見られて、お前のを見た。これで貸し借りなしだぜ。では早速仕事の話だ。水星族を知っているかい？水星族は女だけの種族でね、名前の通り水辺に住んでいるんだ。レイド国の東南の岸辺にその拠点がある。本来は好戦的な種族ではないはずなんだが、レイド国とは今敵対関係にあってね。その水星族が近頃悪さをすることが多くて困っているんだよ。昨日も城の裏手で騎士団が襲われたとか。な？何かな？襲ったのは凶暴な集団だったらしいね。水星族に雇われたゴロツキだろうって話だが、全身入れ墨の巨漢たちらしい。だとよ、相棒。普通の兵では対抗できない。君たちの力で彼女たちを懲らしめてもらえないかね。なあ、つまりだ、水星族を皆殺しにしろって話だな。君は面白いね。そんな物騒な話ではないよ。おいたをすれば痛い目を見る。それが彼女たちに分かってもらえればいいのさ。かあ、楽勝すぎるぜ。てめえがホタポタ一個向いてる間に片付けてやるよ。それは頼もしいな。期待しているよ。黙ってろ大坊、バレたら面倒くせえことになるぜ。ん？まさか君たちじゃないだろう。いや、まさかね。ごつい人間には見えないからね。そうだ、君たちに一部戦力を預けておくよ。自由に使ってくれて構わない。どうかね。そうだぜ相棒、俺らだけで楽勝だっつーの。てめえバカにしてんのか。いや、間近で君たちの活躍を見学させてやってほしいんだ。彼らも勉強になるだろう。お前分かってるじゃねえか。誰なんだそのお勉強したいっつう奴らは。君たちもよく知ってる人間だよ。ジンバルトには逃げられてしまったが、デビンとリタリーをここへ。失礼します。クラスター様、お呼びですか。あ、お前は昨日の。なんだ、昨日の弱っちい門番じゃねえか。君から見ればみんなそうだろうね。結構この町ではいい戦力なんだよ。懲罰無敵の俺にかなうやつはいねえよ。しょうがねえな、ちゃんとお勉強しろよ。ほら相棒、支配してやれ。クラスター様、君たちの実力を見込んでの任務だ。彼らと共に行ってくれないかな。レビン、君は門番が好きだね。それはシフトの自由がつくので。ねえ、家族の体調が悪い時に。うん、君がここを離れたがらないのは十分に分かっているつもりだ。だが一時的な任務だ。頼むよ、君を門番だけに終わらせるのは惜しいんだ。マスター様がそこまで言うのなら。これでいいのか。案外とあっけないんだな。では依頼の件よろしく頼むよ。今はいい、今は扱いやすい存在だ。
だがあの力は底が知れない。やはり見守る人間が必要だと思わないかね。もしも彼らが危険な存在になるようなら。はい。君にしか頼めない。いいかね。承知しました。それともう一つ、例の組織の手がかりが見つかったら早急に連絡を。了解しました。私をまた置いていくとはひどすぎます。グースか、寝てやがったのはどこのどいつだ。ちょっと疲れていただけです。それに疲れることをお前がさせるからいけないのではないですか。け、一生寝てろ。いつもこうなのか。大変そうだな。嬉しいな。兄ちゃんたち、僕と遊んでくれるの？はい、その子供は？はい、そこで会ったのですが、危ないので連れてきました。危ないって、お前何してんだよ。こっちの方が危険なんだぞ。ここが戦場になるって分かってんのか。戦場？こいつには何も言うな。教えるだけ無駄だ。何も聞いていないのに分かるわけないです。一体誰と戦うのですか？え、水星族？ああ、俺たちは水星族を退治しに来た。こっちは少人数だから奇襲をかけたいとこなんだがな。ねえねえ、そんなことより僕と遊ぼうよ。僕逃げるから捕まえてみて。おい、そっち行くな。危ないって言ってるだろうが。お兄さん、こちら、リーノナルホーイ。いやー、助けて、鬼に捕まるよ。な、待てよ、おい。そんなガキにかまってんじゃねえよ。おい。出撃！
行くぞ。せい。さあ、ショイ、行こうよ。Woo!
ソリ、すごいよ。行くぞ。シェイ、行こうよ。